驚愕の発見。平野仕様の二度の突出で見えた衝撃の共通点と相違点。平野仕様のフランス生活が明かす、世界最大のブランドを魅了する秘密とは ?2024 年1月初旬、平野仕様、平野章はルイ・ヴィトンの日本代表としてフランスに戻ってきました。2ヶ月ぶりのフランス訪問。国内外のメディアが報じるところによれば、平野仕様はイブ・サン・ローランのラブ・シャイン・ファクトリーに登場し、 彼のファッションセンスはまるで日本のアニメから抜け出てきたような魅力で世界中の人々を魅了しました。彼の特別な外見は彼らにとって非常に特別な存在になっています。皆さんは平野仕様の2回の登場に共通点を感じましたかそれはまるでスターのオーラをまとまったような存在感で彼を日本だけでなく海外でも有名で愛されるスターにしているのです。次に共通点として挙げられるのは彼の耳飾りです。 彼は小さな耳飾りを選び、魅力的で男らしい印象を与えています。では、違いは何でしょうかまず、ルイ・ヴィトンのブランドアンバサダーとしての期間中、彼は日本でのみ有名で、海外メディアの注目を集めていました。しかし、イブ・サン・ローランの復帰により、彼は東京で開催されたコンサートで広く知られるようになり、その名声は急速に拡大しました。彼の知名度が飛躍的に向上したのです。 世界のメディアもかのことを大々的に報じました。二つ目の違いは衣装です。一月のパリでの登場時には、彼はより大胆で華やかな色合いの服装でしたが、今回はイブ・サン・ローランのショーでは全シングルの衣装に身を包んでいました。この選択は、彼の個性とカリスマ性をより引き立てる効果がありました。三つ目の違いは彼の外見です。一月の時よりも痩せて見え、忙しいスケジュールのため疲れが見え隠れしています。 笑顔を見せていても、彼はとても疲れているはずです。十分な睡眠を取れなかった夜があったかもしれません。ある夜、彼は十分な睡眠が取れず、タイムゾーンの変更の影響で苦しんでいたように見えたと思います。しかし、共通点と違いの中で最も重要なことは、彼が自身の役割を果たし、イブ・サンローランのブランドアンバサダーとして輝きを放ち、その仕事から喜びを感じていることです。 彼の登場によって、コミュニティ全体が刺激を受け、ファッションの新たな可能性を探求するきっかけとなりました。平野仕様の成功は、彼自身の才能と努力だけでなく、彼を応援するファンやコミュニティの存在にも支えられています。彼の活躍は続きます。彼の活躍は、若い世代にインスピレーションを与え、夢を追い求める勇気を与えています。彼の成功は、 日本のエンターテイメント業界において多様性と個性の重要性を示しています。平野史尋は日本のアイドルグループ、キングプリンスのメンバーとしてデビューし、その魅力的なパフォーマンスと人格で注目を浴びました。彼は音楽、演技、モデル活動など多岐にわたる分野で活躍しています。その才能と努力により、彼は日本国内外で高い評価を受けています。彼の国際的な成功は、 日本のポップカルチャーの世界的な影響力を証明しています。彼の存在は日本の若者のアイデンティティやクールチャーにおいて重要な役割を果たしています。彼のファッションセンスやスタイルは若者の間でトレンドを生み出し、ファッション業界に新たなインスピレーションを提供しています。平野仕様の軌跡はまだ始まったばかりであり、彼の将来にはさらなる成功が待っているでしょう。彼の才能と情熱は、 彼が達成する可能性の広がりを示しています。彼は日本から世界へと進化し、魅力的なスターとしての地位を確立しています。彼のストーリーは、若者にとっての希望となり、夢を追い求める勇気を与えています。彼の成功は、努力と情熱が報われることを示すものであり、彼のファンや支持者にとっては、彼ら自身の成功への希望となっています。平野耀の未来の活躍に期待し、 彼の成長と進化を見守りたいと思います。彼の輝きは日本のエンターテイメント業界において不可欠な存在となっています。彼のスターパワーは国境を越えて多くの人々を魅了し続けるでしょう。